わらび座はふるさと秋田の文化を応援します。わらび座俳優の岡村雄三です。本日はわらび座ミュージカル小鹿野鬼丸の主人公、なまはげの化身である鬼丸に扮して小鹿野の魅力を紹介していきます。それではどうぞ。ここはなまはげ館。なまはげといえばみんな怖い鬼だと思ってねえが、んでねくて実際は神様の使いなのよ。それも地域ごとで見た目も違うんだ。ここには小鹿野市内各地の150を超えるなまはげが展示されているのよ。よく見るとめんこいべ、いやいやお金べ、なぐわらしい稲が、おお。旧暦の小正月の時期にはなまはげ瀬戸祭りが行われるんだ。この祭りは900年以上前から新山神社で行われている神事斎藤祭と民族行事なまはげを組み合わせた冬の観光行事でな、たくさんのなまはげに会えるぞ。やっぱり秋田に来たらみんななまはげに会いたいべ。なまはげは2018年にユネスコ無形文化遺産に認定され、世界のなまはげになったわよ。だどもなまはげは大晦日しか現れねえのよ。だからいつでもなまはげに出会えるようにした場所がここだ。民家にやってくるなまはげを目の前で体験できるぞ。ただし泣くわらしや怠け者がいたらごしゃがれるからよ、気をつけてな。さてこちらは入道先といって、半島の最北端に位置する人気の景勝地。見てくれこの雄大な景色を。日本海を一望できるぞ。そして白黒の縞模様が印象的な入道先灯台は恋する灯台にも認定されているんだ。いろいろ見てきたらなんだか腹減ってきたな。この地域で冬の名物といえばやっぱりハタハタ。鍋っこにしても焼いても揚げてもうめえどもな、俺は特にこのハタハタ寿司には目がねえのよ。では早速食べてみっかな。いただきます。うめえ。そして小鹿名物のしょっつる焼きそば。しょっつるとは秋田特産の魚醤のことで、ハタハタなどの塩漬けを発酵させて取った汁のこと。そのしょっつるで味付けされた海鮮焼きそばが絶品なのよ。ここ小鹿野の物産館はハタハタ以外にも小鹿野港で水揚げされた新鮮な魚が毎日入荷されていてな、しかも美味しい魚の食べ方や調理のポイントなど水産スタッフがアドバイスまでしてくれんのよ。本当にありがてえな。さあ次は海の生き物たちに会いに行くかな。ここ小鹿水族館側は地元に密着した展示が特徴で、小鹿半島の海を再現した大水槽やハタハタのコーナーなど秋田らしさが存分に詰まってるんだ。そして忘れてならないのはホッキョクグマ。目の前で泳ぐ姿にはびっくりするな。ペンギンやゴマフアザラシも見てるだけで癒されるな。みんなオラたちナマハゲに負けねえ人気者だぞ。小笠来たらぜひ寄ってみてくれな。へばなー。